こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画はかなり重要度が高い内容になっていますので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思っています。今回取り上げるのはメンズファッションにおける定番アイテムについてです。メンズファッションには様々なアイテムがあるんですが、大きく分けると定番アイテムとトレンドアイテム、この2つに分類することができるのかなと思っています。お店に実際に訪れてみると、実はですね、このトレンドアイテムですとか少し華やかなアイテムの方が目立つように陳列されてるんですね。一方でベーシックなアイテム、定番のアイテムというのは割と目立たない位置にあったりして、スルーしてしまうことの方が圧倒的に多いんですね。ですので男性は割とこうトレンドアイテムですとか華やかなアイテムをつい買ってしまいがちなんですが、こういったものだけで全身をコーディネートするのはすごく難しいです。どうしてもちぐはぐな着こなしになってしまいがちなので、まずはですね、こちらの定番アイテムからしっかりと揃える。そしてここがある程度揃ってからトレンドのアイテムですとか少し華やかなものを少しずつ取り入れていくのがバランスが良いのかなと思っています。理想的なのは8対2とか7対3ぐらいのバランスで定番アイテムの方を多めに使っていただくのが良いかなと思います。そこで今回の動画では、まず定番アイテムというのはどんなものなのかについて皆さんに解説をしてみたいと思っています。まず最初にご紹介したいのは白のボタンダウンシャツです。これはもうメンズファッションにおける定番アイテムで、長い間多くの方に愛されているアイテムですね。襟がついているだけで小綺麗に見えますし、この白のボタンダウンシャツにブルージーンズを合わせておけば、とりあえずですね、春ですとか秋の着こなしは完成するのかなと思いますので、まず1枚は持っておいて間違いのないアイテムだと思います。白ということで清潔感も漂いますし、女性からの印象も良かったりするので、1枚あると便利なのかなと思っています。具体的には白のボタンダウンの下にブルージーンズを合わせたり、白のボタンダウンの上にですね、丸首のニットを着て重ね着をしたりですとか、その上にジャケットを着るのも良いかなと思いますね。すべての着こなしの土台になるアイテムなので、1枚持っておくと便利かなと思っています。白のボタンダウンシャツは裾は出してきた方がいいですね。これをボトムスにインしてしまうと、どうしてもおじさんっぽく見えてしまいますので、裾を出しながら着ていただくと良いかなと思います。ユニクロですとか様々なセレクトショップで取り扱いがあるので、1枚は白のボタンダウンシャツを持っておくと良いかなと思っています。続いてご紹介するのが丸首のニットですね。まあいわゆるセーターのことです。僕自身も今着ていますが、こういった丸首のニットはあるとすごく便利ですね。様々なカラーバリエーションがありますが、爽やかに見せるのであれば僕が着ているような白のニットも良いと思いますし、オーソドックスなところで言えばネイビーですとかグレーですとかブラックのニットを持っておくと良いかなと思っています。でニットの形には丸首と V ネック2つあるんですが、これにはトレンドがあります。ここ数年はですね、この丸首のものがトレンドであり、すっかりと定番化したので、こちらを選んだ方が良いのかなと思っています。あとは厚みにも様々なバリエーションがありまして、かなり薄手のものから厚手のものまでありますが、理想的なのは中肉厚のニットです。僕が今着ているものもそうなんですが、この上にこういったジャケットを着ることもできますし、コートをそのまま羽織ることもできます。1枚になってもそんなに薄くないので寒いこともありません。このような中肉厚のニットをですね、まずは 2,3 色買ってもらうと非常に使い勝手がいいかなと思います。春と秋と冬、3シーズン使えるという意味でこれほど使い勝手のいいアイテムはないかなと思っていますので、ぜひこちらも取り揃えるようにしてみてください。続いてご紹介したいのがシンプルな無地の丸首 T シャツです。T シャツにも様々なバリエーションがありますが、もともとカジュアルなものなので、そこに柄が入っていたりですとかプリントが入るとさらにこうカジュアルになりすぎてしまうんですね。ですので一番オーソドックスなところというと、無地の T シャツを揃えておくのが良いかなと思っています。例えばですね、白無地ですとかネイビーの無地ですとか黒無地ですとか、このあたりを揃えておくと良いのかなと思います。T シャツにも結構様々な厚みがあるんですが、あまりに薄いものだとインナー下着のように見えてしまうので、少し肉厚のものを選ぶと良いかなと思っています。おすすめなのがユニクロの中でもユニクロ U というシリーズがあるんですね。ユニクロと著名デザイナーとのコラボレーションのシリーズなんですが、そこの T シャツは少し肉厚になってますので、そちらを買い揃えてもらうとすごくバランスがいいのかなと思っています。白い T シャツの上に僕が着ているようなネイビーのジャケットを着るだけで着こなしが完成しますので、 1,2 枚持っておくと便利なのかなというふうに思っています。続いてご紹介したいのが僕も今着ているネイビージャケットです。ジャケットというとですね、ビジネスの場面で着るものだと思っている方も多いかなと思うんですが、割と小綺麗な休日着としてネイビージャケットはものすごく活用できるかなと思っています。先ほどご紹介した白の無地 T シャツだとか、
丸首のニットの上に軽く羽織るだけで少し小綺麗な着こなしが完成するので、1枚持っておくと便利かなと思っています。ジャケットは結構真面目に見えるアイテムなので、ボトムスはブルージーンズとかを合わせながら少しカジュアルな雰囲気を出すとバランスがいいと思うので、1枚はですねシンプルで着心地のいいジャケットを持っておくと大人らしい着こなしが実現できるかなと思います。続いてアウターですね、3種類持っておくと便利かなと思うんですが、まず1つ目なんですがステンカラーコートというものを取り揃えてみてください。これは非常に定番的なアイテムです。写真を見ていただくと分かりやすいかなと思うんですが、コートといえばこの形を思い浮かべる方も非常に多いのかなと思っています。主にですね春とか秋に活躍するコートで、素材はコットンだとかナイロンだとかポリエステルだとか、こういったものを選ぶと良いのかなと思っています。着丈が長いので大人っぽく見えますし、ニットだとか白のボタンダウンのシャツに羽織るだけで簡単にですね秋ですとか春のコーディネートは完成するので、持っておくと良いかなと思っています。色についてですが、ネイビーが一番オーソドックスなんですが、春なんかはベージュを揃えておくと非常にですね柔らかくておしゃれな雰囲気が漂うのでおすすめできるかなと思っています。続いて真冬のコートなんですが、チェスターコートが定番アイテムなのかなと思っています。こちらもステンカラーコートと同じように着丈の長いコートなんですが、ニットの上に羽織るだけで簡単に冬場の着こなしが完成しますので、一着持っておくと良いかなと思っています。カラーバリエーションもたくさんありますが、王道はネイビーですね。ネイビーのシンプルなチェスターコートがあれば数年は着回すことができるかなと思いますので、ぜひ取り揃えていただきたいなと思っています。チェスターコートはですね結構ユニクロのものが非常によくできてますので、まだ着たことがない方はユニクロのものからトライしてみると良いかなと思っています。そして3点目のアウターなんですが、ダウンになります。これも定番ですよね。多くの男性が着ていますが、どういったダウンが定番なのかと言いますと、もうシンプルな形ですね。形はあまりボリュームがないものの方が良いかなと思います。その中でもシームレスダウンパーカーと呼ばれるような結構細身で非常にシンプルなデザインがありますので、こういったものから取り揃えると良いかなと思っています。色はですねなるべくシャープに見えた方がいいので、ネイビーですとかブラックのものを選ぶと良いかなと思っています。できれば生地の表面に光沢感がないものを選んだ方が上品にまとまりやすいので、こういったものをユニクロですとかセレクトショップで買い揃えると良いかなと思っています。続いてボトムスです。ボトムスはシンプルに2本だけ揃えておくと良いのかなと思っています。ブルージーンズとブラックジーンズですね。まずはブルージーンズなんですが、定番中の定番ですね。多くの男性が1本持っているのかなと思いますが、こちらはユニクロのシンプルなものを買い揃えてください。様々なカラーバリエーションがあるんですが、なるべく濃いものを選んだ方がいいんですが、もものあたりに少し色落ちが出てるぐらいのものを選ぶと、様々な着こなしに使い勝手が良いのかなと思っています。上がシャツですとかネイビーのジャケットですとか、ちょっと小綺麗なものの時にはブルージーンズを使ってカジュアルな雰囲気を漂わせるとバランスが良いのかなと思っています。形も様々なものがユニクロには並んでいますが、痩せ型の方はスキニーフィットを選びます。そして普通体型の方、ぽっちゃり体型の方にはスリムフィットというものを選ぶとバランスが良いのかなと思っています。なるべくゆとりがなくて足にフィットしたものを選んだ方がいいですが、ピチピチにならないようにだけ注意すると良いのかなと思っています。続いてブラックジーンズですね。これも結構定番的なアイテムで、ここ数年ですっかりと定番化したアイテムなのかなと思っています。ブルージーンズに比べるとブラック一色なので、様々な場面でも使いやすいんですね。ちょっと小綺麗な着こなしにも使うことができますので、ブルージーンズとこのブラックジーンズそれぞれ揃えておくと便利かなと思っています。こちらも体型によってスリムフィットなのか、もしくはスキニーフィットを選ぶとバランスが良いのかなというふうに思っています。そして最後靴ですね。靴も様々なバリエーションがありますが、今の時代において定番的だと言えるのがレザースニーカーになりますね。レザー素材でできているので革靴のような綺麗さもありつつ、スニーカーというジャンルなので少しカジュアルな雰囲気も漂うので、非常にバランスのいい靴なのかなというふうに思っています。まずオーソドックスなのがホワイトレザースニーカーというものですね。これは代表的なのがアディダスのスタンスミスというモデルです。もう定番中の定番アイテムで履いたことがある方も多いかなと思うんですが、真っ白なので清潔感も漂いますし、特にゴテゴテとしたデザインではないので、どんな着こなしにも馴染みやすいんですね。僕が今着ているようなこういったネイビージャケットなんかにも白レザースニーカーは合いますので、一つ持っておくと非常に便利かなというふうに思っています。そしてもう一つあると便利なのがブラックレザースニーカーですね。ホワイトに比べるとよりオーソドックスで革靴を履いているような雰囲気に見えますので、一足持っておくと非常に使い勝手がいい靴かなと思っています。ソールの部分まで真っ黒なものもありますが、理想的なのは本体がブラックでソールがホワイトのものですね。ソールがホワイトなだけで少し爽やかな雰囲気も出ますし、重たくなりすぎないので、こういったものから選んでもらうと定番としてはすごく良いのかなというふうに思っています。
以上ですね、様々な定番アイテムをご紹介してきました。こういったアイテムというのは 3,4 年ぐらいのスパンで見ていただいても色褪せることのない定番的なアイテムになっていますので、ぜひ皆さんこういったものを持っていなかったら、まずはコツコツと買い揃えることをお勧めしたいなと思っています。このようなものは正直ですね、ほとんどユニクロで揃えることができます。ユニクロはベーシックなアイテムを揃えるには非常に良いショップだと思いますので、まずはユニクロから気軽に取り揃えるのが良いかなと思っています。一方でこのようなアイテムというのは1回買うと 3,4 年は着続けると思うので、少し背伸びをして買い揃えると良いかなとも思います。ブルージーンズですとかブラックジーンズのようなボトムスに関してはそこまで差が出ないのでユニクロで良いかなと思うんですが、ジャケットですとかコートですとかニットのような上半身に位置するアイテムに関しては少し単価を上げて買い揃えると上品な雰囲気が出やすいかなと思っています。例えばユナイテッドアローズグリーンレーベルですとかエディフィス、ナノユニバース、このようなセレクトショップで定番アイテムを揃えると非常に上品なアイテムが揃いやすいのかなと思っています。少しずつでいいのでまずはこのような定番アイテムを揃える、その後にですねトレンドですとか自分の好みのアイテムというものをミックスするとバランスのいい着こなしが実現できるかなと思いますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。